オカメラのデータ復旧を行いました。奈良県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキャノンアイリス HF10。 ビデオカメラが故障し電源が入らない状況です。データ復旧処理を行い、2時間8分の動画データ 100% の復元に成功しました。